ルリー、私は自分の人生を辛くむごいものだと考えたことはない。なぜなら私の人生にはお前やお前の父さん母さん、私が知るみんながいてくれたからだ。そして私の人生の先にお前たちの未来が、まだ知らぬ良き人々の未来があるからだ。私はお前たちの存在に支えられてここに立ち、お前たちの未来に導かれて前へ歩き出す。だから私は戦える。私の負った痛みを愛おしく、かけがえのないものだと思うことができる。私は幸福だ。おじい様、ルリお嬢様にとって大旦那様は大きな存在でした。私も大旦那様ほどのお方を他に見た覚えがありません。ですからこれは当然のことでしょう。なるほど、あまりにも祖父が偉大すぎたゆえの劣等感か。あの情緒不安定さ加減は、なまじ親が立派だと凡人は大変よな。お前はいちいち攻撃的だな。ええ、ですがルリお嬢様にとって大旦那様が大きな存在であることにはもう一つ理由があるのです。え、ご存知ではないでしょうか。なぜルリお嬢様があれほどの若さでこの波動財閥の総帥の座についているのか、その理由です。つまり、あ、そうか、そういうことだったのか。ん？どういうことだ？じゃあ波動構造大総帥様が姫さんに残された唯一の肉親だったわけだ。はい、そういうことになります。ですからお嬢様が大旦那様のことでムキになられるのも仕方ないこと。大十字様、アルアジフ様、どうかお許しになっていただけないでしょうか。
どうしました？何があったのです？わかりました。私が向かいます。千秋、あなたは誠、ソーニャと一緒に司令室へ。警備兵の指揮を任せます。由々しき事態です。どうやって警備体制を突破したのかわかりませんが、敵襲です。わかっている。しかもかなりヤバそうなやつだぜ。敵の数や正体はまだ不明ですが、こんな真似ができるのは恐らくブラックロッジだな。さらに悪いことに、瑠璃お嬢様と連絡が取れません。回線や電線が断たれているようです。急がなくては。案内を頼む、羊さん。開幕の合図を派手にいかないとね。さすが波動の兵隊さん、よく訓練されてる。さあ待っていてね、瑠璃お嬢ちゃん。あたしと遊びましょうね。無駄な摂取はこのまま。
だらん。実にくだらん。お主か。治療秘宝に選ばれた妖術師は待っていたぞ。てめえか、クソテロリストの襲撃者は。こっちは別に待っちゃいなかったけどな。いかにも拙者はティトス、黒き聖域の信徒にして逆十字の末席に名を連ねる者なり。アンチクロス。確かに、ナレのその匂い、魔術師だな。陰鬱で忌まわしき気配ぞ。幹部様が自ら前線に立って指揮を取るた、ご苦労なこった。他の連中はどこ行った？別に手勢は連れておらん。我らは単独での任務遂行が可能ゆえ。これを全部てめえ一人でやったってのか？連れが一人。そうだ、今頃は波動瑠璃を抑えているところか。手遅れだ、諦めろ。秘宝の主よ、究極の決闘の先にある至高の輝きを拙者に見せてみろ。じゃあ執事さん、時間がございません。この場は私に任せて、大十字様、瑠璃お嬢様のもとへ急いでください。何言ってんだよ、執事さん。あんななりしてるが、奴は魔術師だぜ。悪いけど、あんたの叶う相手じゃねえよ。さよう。
弱者の血で血統を怪我したくはない。いいね。大十字様、何故波動財閥の総帥であられるお嬢様がああも無防備に外出できるのか考えたことは終わりでしょうか。え、超人に至る道は何も魔術師だけではございません。芸術の域まで鍛え上げた戦闘技術、このうぬぼれ屋に享受してみせましょう。クロ、行くぞ。ある、時間がない。それにこの男、意外にやるやもしれぬ勘だがな。ご期待に添えてみせましょう、アルアディフ様。ルリお嬢様のお部屋はこの先をまっすぐ行ったところです。お急ぎを。お嬢様のことよろしくお願いします。わかった。死ぬなよ執事さん。待て、おのれ拙者を苦労する気か。あなたこそお待ちなさい。私が相手になると言ったはずです。サン！恐るべき速度ですが、しかし見切れないほどでもない。お主、久々に熱くなれそうです。剣刀とか申すこの国の遊戯か、愚か、寸鉄も帯ぬ身でこの拙者と渡り合おうと。その通り、何も身につけてはおりません。ですがお分かりですか、グラブをはめていない私がどれほど危険な存在であるか。ざれ言はいい、滅せよ。今のをかわしますか。さすがやりますね。ですがまだまだです。ボクシングこそは人類が長きの歳月をかけて作り上げた至高の芸術。遊戯と罵るならばその美技の数々、徹底的に思い知らせてあげますよ、ミスター武士道。
何？どうなったの？あなた、一体何が起こったのですか？報告しなさい。聞いているのですか？返事をしなさい。いい加減になさい。私をバカにしている。おこんばんは、ルリお嬢ちゃま。何者です？いいわね、いいわね、すんごくいいわ。けなげで素敵よ、ルリお嬢ちゃん。私の名前はティベリウス。ブラックロッジアンチクロスの1、ティベリウスよ。よろしくね。アンチクロス。今日は大同士様のご命令で、ルリお嬢様のお命を頂戴しに来たわけなんだ。いやーね、そんなに怯えなくても大丈夫よ。こんなに可愛らしいルリお嬢ちゃんを殺すだなんて、もったいなすぎてできるわけないじゃない。だからね、大同士様にお願いしたのよ。そしたらうちのボスったら太っ腹だから、あっさり認めてくれたわ。ルリお嬢ちゃんをあたしのおもちゃにしていいって。嬉しいわ。こんなに可愛くて綺麗な娘を好きにしちゃっていいなんて。おかげで私、今日は一日中ビンビンに興奮しまくりよ。手が震えてるわよ。これ以上近づいてみなさい。撃ちますわよ。いいわ。撃って、私を撃って。 Kill me please, kill me please, please.